はい、続いてね、じゃがいもの土寄せになります。ここはね、2回目に巻いたじゃがいもなんですよ。で、直種ですね。嫁が持ってきた、多分あの食用に買ったじゃがいも芽が出て、捨てるのもったいないんで竹志の家を持ってきたんだと思うんだよね。それとシャドークイーンですね、あの紫のやつを買って植えたんですが、結構大きいのちっちゃいのバラバラです。で、プロの農家でしたらね、もうこれトラクターですすき込んで違う作物入れちゃうんでしょうが、まあ別にね、そうしゃっかり気になって、作物取る必要もないんで、まあ一応場所ふさぎただ単に、除草だけやってるのもね、もったいないんで、まあ場所ふさぎに一応ね、管理してます。まあここはね、あんまり期待してません。で、画面の左側にね、一番ね最初に巻いたジャガイモは結構もう、茎も大きくなって花も咲いてきてますんでね、こちらはそこそこ収量期待できいると思うんで、まあここはね、ただ単に開けてしまってもしょうがないんで、まあ管理するついでに植えてあると、そういった感じです。ただね、何もしないでそのままともわけにもいかないんで、除草と中耕ぐらいはやっていきたいと思います。じゃあここ土寄せやります。はい、土寄せ終了です。で、ここをね、失敗した理由っていうのはコルク化です。で、 YouTube 見てる皆さんもね、芽を、まあ、2つとか3つでね、大きいジャガイモの種は何個かに分けて、まあ、1つの塊がね、まあ、芽で2つとか3つついた状態で、巻くと思うんですけどね、竹志農場も、種芋を切ってコルク化したんですが、竹志農場がうっかりしてて、ね、コルク化してるのすっかり忘れましてね、1週間ぐらい経ってから、あ、そうだ、ここにあったんだと思ってね、もう切り口がカサカサに乾いてました。普通1日か2日だよね、コルク化ってね。1週間もやってしまったやつを巻いたもんですから、まあ捨てちゃうのもったいないからとりあえず巻いてみようって巻いたんですけど、やっぱり大失敗でした。往生に庭がやり悪いよね。ですから、皆さんは忘れる人っていないと思うんだけどね、種持ってきて巻くの、買ってきて巻くの忘れるって人あまりいないと思うんですけど、コルク化はくれぐれもやりすぎないように。傷口乾いてカサカサになると腐っちゃいます。地面に植えても腐っちゃいますんで、まあせいぜい2、3日で、種をまいてください。はい、このじゃがいものね、種まきの失敗の動画でした。はい、動画の方はここで一回止めます。